シナ人、シナ人、シナ人、シナ人という言葉は中国、シナ本土を中心として居住する漢民族を指す。日本語におけるシナは地理的概念であり、平安時代に漢訳物典を通じて中国からもたらされた。シナ人とは、シナの地域に定住する人間といった程度の形事上的概念であり、日本では明治期以降、特に新朝の崩壊が、 明らかになった19世紀末頃から、この地域全体を総称する概念、あるいは民族概念として、学術的に使用されるようになった。それまではこの地域を王朝名を利用して呼称するのが、通例であり、明治中期まではこの地域を新国、その住人を新国人と呼んでいた。中国では、古より現在に至るまで自らを死ナ人と呼称しようとした例は、 新朝末期から中華民国成立当初までの動乱の一時期だけであり、また文化的にも定着しなかったこともあり、この故障は一般的ではない。また、小解石らの認識によれば、シナ、シナ人は日本人が中国人を侮別するために使用した悪語、悪字であるとされ、現代の中国人一般にもそのように理解されている。中国は 中華民国成立以降、たびたび、日本政府に対して公式に、シナの用語を使用しないよう申し入れしている。シナの項目を参照。英語におけるチャイニーズは日本語の中国人に相当する概念であり、中国を自称する国家の全国民を含意するのが、普通である。特に、漢民族だけを指す場合は、反、反チャイニーズなどという。また、国語辞典。 大辞林によると外国人が中国を呼んだ賞。ハタイコールチンロテンという。中国で仏典を簡約する際、インドでの故称を翻訳したもの。日本では、江戸中期以後、第二次世界大戦末まで称した。中国においては、アヘン戦争以来列強に蹂躙されてきた、清王朝の崩壊後、民族自尊心を喚起する中華文明。 花夏文明を誇りに中民国との国号が立てられたが、同じ漢字圏である日本では、政府は中華には自尊時代の気があるとしてこの国号を嫌い、正式呼称を用いることが不可欠な場合を除き、この国号の使用を拒否し、シナ共和国と称し続けた。漢字の国から見れば、シナは本能的に偏僻の意を連想し、侮辱に当たると感じたのである。現在においては、 日中戦争での幼鳥シナなどのような屈辱な過去を喚起する言葉であり、中国人の間では嫌悪され続けている。本来、ヨーロッパ人や中東人が、新人や古代中国人をシナ人と呼んだのが始まりであるので、現在においてもシナを別称として使う者も,もいるが、適当であるとは言えない。少数民族も含み、多民族国家である、現在の中国における民族とは、 東西南北と多様な民族の根血により異なっているが、むしろ花夏における北敵にあたる特徴があると言える。江戸時代中期以降に、それまで東人などと呼んでいた新国人をシナ人と呼ぶべきとする主張が起こり、この用語は比較的すぐ普及した。また、戦前から戦後初期にかけて日本に渡ってきた中国人が日本語では自らを シナ人と名乗ることが多かった。例えば、ロジンも自らをシナ人と呼んでいた。このことが、新国人自身も自らのことをシナ人と称したとして、差別語でないことの根拠の一つとされている。維新後にシナ人との呼称が一般化していった。シナ人という用語が、差別用語、別称であるかどうかについては、見解の対立がある。差別用語ではないとする人々は、 主に、シナという語の原義や由来を重視する立場から、差別用語でないとする主張する。差別用語であるとする人々は、言葉の意味に関わらず、差別的文脈で使用されることがほとんどであり、当の中国人が忌避しているなどの理由を根拠とする。戦前にあっては、左翼や中国に好意的な人もシナ、シナ人という語を気兼ねなく使っていた。戦後は、 中華民国からの要請を受けて、1946年に日本の外務省次官が通達を出した。シナは、理屈抜きに使わないようにという内容の文書であり、これをもとに、日本の政治やメディア、教科書、公文書、公務員は、シナ故障を禁止されている。またこれとは別に、戦前の教育を受けた世代の一部などでは、別称としてではなく、一般的に、シナ。 中国大陸の人を指して使う場合もある。このため、戦前に中国人と婚姻関係などが結ばれた家系では、彼らの間には政治的意味合いがないため、慣用句として用いられていることがあり、親戚関係にある両者の間で受け入れられている。近年中国共産党は、シナ人のシナという漢字の意味を嫌って抗議しているが、シナ表記にはことを唱えていない、東シナ海、 インドシナなど。そのことから、シナ人表記よりも、シナ人表記の方が望ましいという意見もある。そもそも、シナという用語は、英語文化圏における、チャイナのローマ字読みであり、漢字表記のシナは単なる当て字に過ぎないため、元より差別的な意味はないとする、という意見もある。現代の日本で、シナ人という言葉は中橋ごと化しており、大衆の間では、 中国人という呼称にとって変わられている。シナ人という呼称は主に保守派、右派の一部が使用しているめ、中国に対し否定的見解を持っている者が使う差別ごと認識されることもある。ただし、後友秀のように、特に中国に対し否定的な見解を持っていない者が言葉狩りに反対して、あえてシナ人を使用している例もある。また、 年配者が特に意識をせずに使うことも多い。以上のような事情から、現在の日本では、基本的に故障、表記がはばかられる傾向にあるが、2019年現在においては、特に放送禁止用語には含まれていない。近年台湾では、中華民国からの脱却を施行するそう、独立派、大独派の間で、中華人民共和国の国民を、中国人ではなくあえて、 シナ人と呼ぶべきであるという論が見られるようになってきた。これは台湾の国民と中華人民共和国の国民は互いに対等な存在であり、そうした観点から多文化を見下す意味を持つ中華、中国人という言葉はふさわしくない。これからはそういった意味を持たないシナ人という言葉を使っていこうという主張が背景にある。実際台湾での反中、反政府デモでは シなと表記された上りがあった。こうした主張は、台湾は中国固有の領土であり、そこに住む人は中国人であるという見解を持つ人たち、統一派や自分たちは中国人であるというアイデンティティを持っている立ちからは受け入れられず、反発を受けることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。